県内で新たな感染者が確認されたのは2日ぶりです。県は県外在住の3歳未満の女の子が新たに新型コロナウイルスに感染したと発表しました。新たに感染が確認されたのは県外に住む3歳未満の女の子です。県によりますと、女の子は今月9日から母親と寸東郡にある親族の家に滞在していて、14日に38度の熱が出ました。県外にいた父親が新型コロナに感染していることがおととい判明したため、女の子と母親を濃厚接触者として PCR 検査をして、女の子の陽性が分かりました。母親は陰性と確認され、女の子は今日県東部の感染症指定医療機関に入院しました。県は県内に住む親族と知人を濃厚接触者として PCR 検査を行い、全員が陰性と確認されました。県内の感染者は空港の検疫で分かった2人を除いて合わせて80人となりました。